皆さんこんにちは。本日は等差数列についてやっていきたいと思います。早速始めていきましょう。数列というのは数を並べたものになります。例えば、1、4、9、ホニャララ25。こういうふうに来たら、ホニャララには何が入るかと言いますと、これってそれぞれホニャララの事情になりますよね。1の2乗、2の2乗、3の2乗。ということで、この四角には16という数字が入ってきます。続きまして2番、1、4、7、ホニャララ13。 これはどういう規則性があるかなということを考えてほしいんですがまずちょっとここら辺の用語を説明したいと思います最初の部分初項を2つ目の部分第2項3つ目の部分第3項4項5項みたいな感じでこういうふうに言うこともできますそしたらこの四角ってどうなるかということなんですけどこれ規則注目するとはい1から43増えて3増えて,増えてっていうことなのでまた3増えそうですよね なので、ここに入るのは10になります。で、実際10、3増やしたら13になりますよね。このように、同じ数だけ足していくという、この数字のことを、交差というふうに言うことができます。括弧二2のように、初項から一定の数を加えて、次の項が得られる数列のこと等差数列というふうに言うことができます。等差数列の場合、前の項、an に d を加えることによって AN、an プラス一とすることができる。 言い換えると次の項から前の項を引き算したら D という一定の数になるよということが成立しますではそれぞれの項から第 N 項までの関係性を見ていきましょう初項は A1 初項は A と一緒ですよねで第2項第2項は初項に D を足し算すればいいので、まあ、こんな感じになります第3項 第3項は、はい、A2 プラス D なので A2 が A プラス D なので A プラス 2D とすることができます。第4項が、はい、A3 プラス D、はい、A プラス 3D とすることができます。といったところでちょっと規則を見つけていただければと思いますが、第2項 A2 に関しては A プラス D、A3 に関しては A プラス 2D、3の時2、第4項は4の時3。ということは、 AN はどうなるかと言いますと結局これって AN-1 プラス D とすることできますので、はい、N を1個下ろした形 A プラス N-1D こういうふうに定めることができますこの AN のことを等差数列の一般項ということができますではまとめましょう初項 A 交差 D の等差数列に対し AN というのは A プラス D の括弧 N-1 こういった形で表すことができます。それでは実際に例題を解いていきましょう。括弧一1。次の数列の一般項を推定せよという問題です。まず1番からいきましょう。1、8、27、64、2 5うん、これはどういったものかなということで考えますと、これ結論から言いますね。はい、an は n の3乗というふうになります。1×1×1 で1。2×2×2 で8。3×3×327。といった感じです。 続きまして2番です。2番はどうなるかと言いますと、えー、これ分数になってますね。で、えー、と規則がよくわかんないっていう場合は、分子と分母で分けるというふうに考えてください。まず上、分子からいきましょう。分子は3、6、9、12、点点点。はい、これ3の倍数になってますよね。ということは N 番目は 3N というふうにすることができます。続きまして分母に関しては、はい、2、4、8、16。 かけるに、かけるに、かけるにって感じになってますので、これって二の n 乗っていう風にすることできますよね。それをまとめれば、答えになります。二番、いきましょう。初項に交差マイナス三の等差数列の一般項と第十五項を求めようという問題です。まず、一般項に関しては、a n イコール、二マイナス三の n マイナス一。そのまま公式を使っちゃいましょう。 あとはこれをしっかりまとめてあげて、マイナス3のプラス5というのが答えになります。一般項が分かってしまえば、第15項っていうのは、ただ単に一般項に15を代入すれば大丈夫ですので、計算をすると、マイナス40とすることができます。少しレベルを上げます。カッコ3。第4項が14、第10項が62である、等差数列の一般項を求めるという問題です。この問題、 等差数列を求めるためには結局は初項と交差が必要になりますので今回はちゃんと求める数列の初項 A、交差を D こういうふうに文字でしっかりと置いてあげましょうそうすると今回の条件というのは、はい、第10項が62つまり A プラス11引いて 9D これが62という式が1つです2つ目は A4 イコール A プラス 3D イコール14 とということですよね。4も1個下げて3という感じです。あとはこの2つを引き算しましょう。はい、引き算することによって、はい、えー、これですね。6d イコール48という式が出てきます。すると、d の値は8になって、a の値はマイナス10。あとは一般項、等差数列の公式に代入してあげれば OK です。整理してあげて、an イコール 8n マイナス18。 ここういった形にすすることができますそれでは問1の問題、かっこ1からかっこ4までありますのでやってみてください。それでは解説に移ります。問1です。まずは分子分母で分けてあげましょう。そうすると、1、2、3、4、一般項は N。分母に関しては2ずつ増えてる。ということで、一般項 2n プラス1、こういうふうにすることができます。なので、2n プラス1分の n というふうにすることができます。 続きまして2番ですね。2番は初項7交差2分の1と言っているので、その式に代入してあげることによって、2分の 1n プラス2分の13とすることができます。次に第20項ですが、第20項20をこの式に代入すればいいので、2分の33と答えることができます。続きまして3番ですが、はい、こちら、まあ、今回は等差数列と言っていますので、 マイナス4からマイナス7でマイナス3になっているので、四角っていうのはこの2からマイナス3をしたもの、つまりマイナス1というふうにすることができます。また、an っていうのは2マイナス3の n マイナス1ということで、マイナス 3n プラス5。こういうふうに式が出てきます。続きまして4番です。 初項を A、交差を D と置いてあげると条件。今回は第20項がマイナス50で、第10項がマイナス20ということですので、これで引き算してあげて、まあ D がマイナス3、A が7というふうにすることができます。そうすると一般項 AN っていうのをこういう感じで出すことができます。 で今回は、第何項で初めて負となるかということなので、この値が0よりも小さくなるのがどういう時かというのを考えましょう。そうすると、3n が10よりも大きい。つまり、n は3分の10より大きかったら0よりも小さくなるよということなので、3分の10よりも大きい最小の n。つまり、第4項というふうに答えることができます。本日は、等差数列やっていきましたが、数列の基礎となる部分ですので、公式などをちゃんと押さえておくと良いでしょう。 それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。